今後住みたい場所とかあるんですか？同じ場所にずっと住むってそうちょっと思わない。英語頑張りましょうよ。英語頑張りたいなら僕いくらでもつきます。付き合います。じゃあちょっと5分ぐらいここ今英語だけしてみます。いけます？いけない。もし海外のスーパースターが日本に来た時はもう僕たちその役いけるよねって思ってます。リトアニア来てもらいましょうよ。本当に行っていいですか？僕本当に一瞬できますよ。僕言われたら。今後住みたい場所とかあるんですか？いろんな場所が今うろちょろしてるじゃないですか。最終的にはこう日本なのか住みたい場所とかあるんですか？いまだに永住どっかにするっていうことはなんかあんまり考えられなくて。はいはいはい。でもやっぱ子供の教育とか考えると、はい、3年とかでフラフラするのも子供たちのことを考えると中で現実的じゃない。はい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 、はい、ある程度まあ落ち着いた年数は複数年はやっぱ同じ場所に住まないといけないなって考えるとやっぱ英語がベースの、はい、あとはまあいろんな意味でやっぱアメリカはまだまだ強いし、はいはいはい、強いですね。アメリカがやっぱ現実的かなと思ってんですけど、はいはい、ビジネスもこうやってここはメインですし、ただまあそれがじゃあアメリカで永住するかって言われたらなんか正直よく分からなくて、はいはいはい、同じ場所にずっと住むってそうです。ちょっと思わない。いや僕もめっちゃそのタイプの人間だ。もっといろんなの見たいじゃないですか。見たいです。見たいですね。でしょ？見たいです、うん。だから別に複数年ここにいることはいいんですけど、なんか永住に関してはなんか、あでももっとそれで言えば日本には僕大好きなんですけど、はいはい、日本にずっといるってことはやっぱちょっとそれはそれでちょっと抵抗感があって、はい、で日本がで僕一番好きなシーズンがあって年末年始なんですよ。はい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 。年越しを海外で何回か経験した結果、はい、もう年越しで日本に勝るとか絶対ないって感じのところも、自分の中ではのもう確固たる自信があって、はいはいはい、日本が、まあ、抜群でナンバーワンやと、はいはい、なので今後も変わることないかなと思うのはその年末年始に日本にいたいというこの考え、なんですか、あの年越しの感覚は何て言うか寂しいような嬉しいような、すごいこうあの海外のカウントダウンってなんかもう花火バンバンバンとかやったりとか、はい、なんかもうめちゃくちゃ道路汚れてたりとか、はいはいはい、で年明けたら年明けたらすぐ働いてたりとか、あそうなんですよ。あれ年越し あのいわゆる元旦から何、まあ、5日ぐらいまで仕事しないみたいな文化は、はい、あれ結構日本独特 で、アメリカなんかもう1日も働いてるから。ね、働いてます。そうなんですか。はい。逆人にアメリカで一番すごい重要視するのはやっぱり、独立記念日。はい。日本でいう普通のなんか休日ぐらいの感じってこと。いやそうそう。ハッピーニューイヤー。I'm going to job. そんなんですか。そんなんですね。そんなんです。確かにそれは嫌だね。そうでしょ。ちょっとなんかこうちょっとこたつ入って、はい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 、ちょっとみかん。とかちょっとやって、はいはいはい、いいっすねいいっすね、うん、いいっすよいいっすよ。しかももうちょっとダラッとして、はいはいはい、間違いない、いやいやいや、もうちょっと、はい、ちょっとなんか今年1日2日間ぐらいはもう今年どうやったか去年どうやったかちょっと振り返らせてよとか、あーはいはい、はい、今年どうするかちょっと考えさせてよとか、はいはい、いきなり1日に仕事なんかいや考えられない、はい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 、どこも微妙ですね。だってオーストラリアに関しては、はい、みんな南半球って年末年始、夏です。あ、そうなんですか。うん、で僕ら知らない？オーストラリアって夏と冬。あ、そうか、逆か。そうです、逆なんですよ。そうです、そうです。で、いや、日本で生まれ育った僕が、はい、クリスマス、めっちゃ汗かいてて。確かに。年越しもめっちゃ汗かいてて。はいはい。いやいや、もうイメージわかんない。いやっすよ、確かに。それはいやっすね。寒い寒い言いながら、ちょっと温泉入らせてよっていう。はい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 。確かに。海外に行ったのはいつからですか？オランダとか。2008年です。2008年、もう14年目です、ね。10年目なんですか？この1月で12、丸い10年。あれって何歳の時ですか？21年で来ました。はやー。で、今30年です。うわー、相当すごいわ。僕たちすごくない？じゃあ、プロ行って、もう3、4年でもう海外行っちゃったんですか？3年です。名古屋グランパスの愛知県の名古屋グランパスっていうところで、高卒でプロになって丸3年プレーしてもうそれから海外です。ずっとすぐ英語喋れるようになりました。それともまだてか英語、はい、本当厳しい目で言うと未だに喋れてないです。
アメリカ人同士が、はい、あ、アメリカ人と僕が喋るときは、はい、僕割と理解できます。なんでかって言って、多分向こうがすぐに僕のレベルを多分判断するんでしょう。ああ、はいはいはい、優しく喋ってくれる。多分、はい、そうなんです。なので割と分からないなんまでも会話を成立します。はいはいはい。でも僕の友達とか僕のビジネスパートナーと、はい、例えば投資先とかがここでガチで会話する、3人で会話するときに僕に対してのときと、こうちょっと僕のパートナーとかに話、はい、アメリネイティブネイティブアメリカンがこう喋るときが、僕はもういつもこう、うん、なんとなく分かった。でも厳密には分かってないと。なるほどなるほど。こんなことばっかりです。だから全然っすよ。難しいですよ、やっぱり。難しいっす。頑張りましょう。頑張ります。英語頑張りましょうよ。英語頑張りたいなら、僕、いくらでもつきます。つきあいます。なぜなら僕、英語毎日勉強しよう。あ、毎日やってます。毎日やってます。やらないといけないです。じゃあちょっと5分ぐらい、ここ今、英語だけしてみます。いきます。いけない。Let's go. Let's go. Let's go. Let's speak. English. Only English. Okay, only English.なんか英語って敬語ないから敬語ないかい？フレンズとやばいっすよね。はい、フレンズとかやばい。敬語ないからやばい。大丈夫だよ、英語使えないからどうしようみたいな。敬語なんかいらないじゃん。そう、マジっすか、やば。じゃあ5分ちょっとやってみましょう。5分日本語しゃべったらもう罰ゲームです。罰ゲーム。じゃあ、カンボジアに井戸2個あった。やばい、やばい。もう2個。もう2個。あ、よい。もう2個。OK、そう。So maybe I can speak English more than you. Yeah. I will. Okay. Yes, you. So I will ask you a question. Okay. So okay. Can you introduce yourself? Ah, okay. Yeah. Yeah. Maybe from Ginta. Yeah, introduce. Go ahead. Okay. Yeah. Introduce. My name is Ginta. I am 25 years old. I'm from Japan, but I want to.I want to superstar. I want to. You want to be superstar. I want to be a superstar. Yeah. Yeah. I stayed in Los. Los. When? 3 days. 3 days. Oh, oh no. Oh, yeah, yeah. You've been here. Yes. For 3 days. 3 days. Yes. Oh yeah. Yes. And you came from Tokyo. Yeah, from Tokyo. But, okay. Yeah.Nice! So about Kimoto-san, can you introduce yourself? So, my name is Kimoto. So, I'm DJ. So, I'm number one DJ in Japan. Mm-hmm. So, but, so, I'm famous in Japan. But, so, only Japan. So, I wanna be famous DJ in all of the world. So, I gotta learn English now. Mm-hmm. Yes.And so recently I'm making video in YouTube. Yes. I'm inspired yeah. by him. Yeah. Thank you. I think your English is amazing. Oh, really? I think pronunciation is really good. Oh, really? Yeah. Thank you. Unbelievable. Yeah. Thank you. Unbelievable. Thank you. Yeah. Yes.ナイス、yeah. めっちゃうまいじゃないですか、すごい。嬉しいです。いや、なんかもう、バイトやから、なんか、もう僕のこの14年、どこ行ったんだって。いや、なんかすごいね、やっぱ恥じないでずっと喋り続けるって、本当に日本人じゃできないんですよ。あでも逆に僕、思ってるのが、チャンスだと思う、その、日本に、僕たちが海外に行ってるときは、その、まあ、アウェイじゃないですか、はい、けど、もし海外の人が日本に来たときって、めっちゃホームっていうか、じゃあ、英語喋れる日本人どんだけいんの？有名人で、ダウンタウンが喋れるの、マツラックス喋れるのとか、ヒカキン喋れるのって言われると、喋れないですね。で、この前、日本、ウィル・スミスですよ、ウィル・スミスが日本に来て、万歳してたときに、なんか、バイリンガール近さん、近さん、はい、とコラボしてますけど、多分あそこのポジションって、ヒカキンがやるべきとか、言ったら英語喋れるもっとすごい日本人がやるべきだと思うんですよ、僕的には。ただあまりにも英語喋れる日本人が少なすぎるから、チカさんって、チカさんそういう、はい、いわゆる宣伝のパートナーになってる、ね、そうなんですよ、うんうん、あのウィル・スミスですよ、うん、
あの本当本当ならウィル、はい、もうヒカキンさん氏が以外、はい、もうあのこなしたらダメな役割ですよ、ね。そうですよ。思います思います。そのなんていうんですかね、ウィル・スミスじゃなくてなんかそこら辺の外国人とかだったら分かるんですけど、あのウィル・スミスが来て、チカさんもまあすごいけど、普通街歩いてる人は知らないじゃないですか。ダウンダウンでテレビか、はい、YouTube でヒカキンさんですよ。ですよね。間違いです間違いです間違いです。だからそれ見てびっくりして、俺がもし英語喋れたら俺がアテンドできるわと思ったんですよ。そう、世界中から今すごい芸能人とか DJ とか YouTuber とかやっぱ日本に来るんですよね。けど誰もアテンドしきれないんですよ。コラボ相手がいないんですよ。英語喋れないから。で通訳挟んで喋っててもやっぱおもろくないならないじゃないですか動画は。英語僕喋れるようになったら、もちろんアウェイの輝くけど、もし海外のスーパースターが日本に来た時はもう僕たちその役いけるよねって思ってます。インドネシアのスーパースターも来るしね。インドネシアも喋れるんで、はい。で、木本さんが相手できないときは、ギータさんがね、僕がめちゃくちゃ相手してる。英語のね、そう、それでアテンドして、ね、アテンドして、最後、俺が、もう世界中のスーパースター、レペゼンがもう完全に全部アテンドして、最後、僕が、僕のアテンドする。そしたら、最後は笑顔で帰ってきて、ジャパン最高、ザ・ベースとか言って帰ってきました。おもろいね。おもろいいただきました、ありがとうございました。言われると思わなかったです、まさか。僕たち、実は、まあ、使い方全然わかんないですけど、いつかタイマーの仕事しようと、うん、もう、こっから絶対に来るじゃないですか。うん、この合法か合法かがいろんな場所を進めたときに、やっぱ違法合法になるときって一応ビジネスチャンスあるじゃないですか。その、仮想通貨の怪しいとか言ってた時代が一応儲かってるじゃないですか。うん、で、今、怪しくなくなったら、もうあんま儲かんなくなるじゃないですか。ってなったら同じだなと思ってタイマーも。その仕事絶対やりたいと思ってるんで、逆にいろんなアーティスト、いろんな YouTuber、いろんな有名人が事務所やレーベルとかスポンサーとかの関係で絶対そっちの仕事できないじゃないですか。そんなの僕たちできたらすごい強いじゃないですかっていう、なんか多分とんでもない、これで世界中だったら、はい、あのとんでもないじゃないですか。やばいっすよ、はい、いや木本さんやばいっす多分ビル、はい、あのそうなった時には本当に、はい、オリビルみたいに立てますよ。あのレベルで立ちます立ちますよ。やるなら当たり前ですけど、ちゃんと当たり前ですけど合法にやるじゃないですか。あ、もちろんです、もちろんです、もちろんです、それ大事です。で、あとはイメージの問題じゃないですか。はいはいはい。イメージなんていうのは人が納得せば変わるわけでしょ。はい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 、確かに確かに。でしょ、はい、もう喧嘩も起こるし犯罪も起こるんですよ、アルコールはね。はいはい。でもアルコールもこうやって今僕らもアルコール飲んでますけど、やり方次第です。はいはい、楽しくなるし、アルコールも。だからアルコールも合法じゃないですか。はいはい、日本でもアメリカでもね。それはそれでいいじゃないですか。でも大麻も、まさに CBD に関してはちゃんと医療として、はいはい。で、THC に関しても、今言ったように、アルコールよりは、はいはい、なんですか、依存度も別にそこまで強烈なくて、はいはい、でもっと言えばトラブルもない。はいはい、これって、合法でしっかりまずやりましょうと、はい、ビジネスやるならね、はい、であとはイメージのところが日本人は強烈にこれに対して反抗してる、はいはい、でもそれは納得すれば変わるわけですよ、はいはい、アルコールのようにね、はい、でいかにちゃんとした情報を発信して納得させられるかにかかってるわけですよ、はい、であればある程度デビデンスは一定数あるんですよ。でその辺を発信力を使いながら発信し続けたりすればタイミングを見てね、はい、世間はのイメージは一気に変わるんですよ。ホラーっていう風になるんですよ。はい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 。絶対なんですよ。いいですね。絶対なんですよ。はい。僕ね、いつもこの話するときに言うのは、車、はい、イメージ悪くないじゃないですか。だってみんな必要だから。はいはいはい。でもね、車ってね、どんだけ人殺してるか知ってます？あー、確かに。僕いつもこの話するんですよ。はい、なんかあるときに、はい、いやいや、いい面だけ見てると。はい。じゃあ俺、車なんてみんな必要だから悪い面見ないと。はいはい。でも、タイマーとか、アルコールって悪い。タバコも悪い面ばっか見るんですよ、みんな。はい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 。で、みんなそうなったら洗脳されてるんで、はい、どうにか悪い面ばっか見て、悪いことばっか言って、いい面見ないんですよ。はいはい、一方で、自分が必要なことに関しては、はい、いい面しか見ないんですよ。はいはいはい、はい。どんだけ車が 年間に人殺してるの、もう一回全部数字出せって。はいはい、はい。ね、大麻が人を殺、人を傷つけてる人数と、車が人を傷つけてる人数、一回全部数字出せって。はいはいはい。断然車なんですよ。でテスラの作ってるイーロン・マスクっていう世界一の企業家が、ね、自動運転を作って、テスラで今いろいろ自動運転とかもやって実験してるんですね、はい、でテスラの自動運転の車が人を引いたんですよ、はい、
で、それで一回しゃがむんだけど、でもイーロン・マスクはなんつったのさ、いやいや、ちょっとそれ人運転してる車がどんだけ人殺してんの。ああ確かに。でも自動運転の車のが人殺したら、あの自動運転やるべきじゃないとかってお前らふざけんなよ。はいはい、確かっていうことを言ってるんですよ、はいはい、これ世界一の企業家です。うわすごいわそれ。そうだからこういうことをちゃんと議論できるような、はい、まさにレペゼンには有名人でいてほしいし、僕はもしかしたらレペゼンには勝てないぐらいのなんか正直な気持ちのことをちゃんともしかしたら社会に学んでも発信できてないかもしれないですけど、で僕もそういう存在でありたいと思ってるし、はいはいはい、違うことは違うと、炎上したとしてもそう言える存在でありたいとは一応思ってます、はいはいはい、アンタッチャブルだったともしかしたらまだまだ触れれてないかもしれないですけど、それは僕の家族に安全面のが脅かされるようなことにもなりかねないとか、はいはいはい、いろいろリスクを考えちゃうので、はい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 、僕が死んだけならまだしもね、はいはいはい、うん、絶対奥さんや子供には死んでほしくないから、はいはいはい、そんな僕 の、 あの 不、 発、はい、まあ、不必要な発言で、でも僕自身はその一定限道徳、いわゆる人道に外れてなければ、そまさに宮迫さんの発言もそうだけど、はいはい、いや何が悪いねん、はいはいはい、間違いない、ね、知らなかったとか、はい、もしかしたらどこまで知ってたか分からへんのに、何お前ら勝手にどこまで発言批判してんねんと、はいはい、で本人もそれなりに今まで努力してきて、それが全部水の泡になるようなことを彼がしたんか、はいはいはい、意図的に誰か鬼のように傷つけるとかね、はいはいはい、うん、それおかしいやろっていうふうに僕は思ってるわけだ、だからそれをまあ純粋にツイートしたのが宮迫さん、ああめちゃめちゃ見ました、それで今まで感謝して恩返ししたい人たちにいっぱい恩返ししてください。いくらでも恩返しできます。迷惑かけた人たちに。また迷惑かけれるしね。また迷惑かけれる。ごめんな、またな。とか言って変わってねえんだ、俺昔からとか言って。面白い。いや、本当面白い。インドさん面白いですね。マジですか。じゃあ今度あのヨーロッパ連れてってください。お願いします。マネージャーとして。自分で行きます。会場バリ盛り上げるんで。会場盛り上げる。え、じゃあリトアニア来てもらいましょう。呼んでいっていいですか。え、僕本当に一瞬できますよ。僕言われたらめちゃくちゃフットワーク軽いんで。呼んでください。本当にいいですか。え、もうマジでめちゃくちゃリトアニア先スタジアム応援に来てください。あれしたいです、あの僕始球式、あの始球式試合前の蹴るやつです。始球式あるか分かんないですけど、あれあの始球式って野球みたいに毎回なくて、あ、そうなんですか、サッカーは、あ、そうなんですか、早いんですか。いや、マジ行きたいですね、リトアニア。え、僕も行っていいですか。あ、遊びに行きたいです、遊びに行きたいです。面白い。このじゃあ、オンエアした後に、なんかレペゼン、この流れで第2弾で、レペゼンが僕の9カ国目ワンゴール挑戦をなんか応援しに来たんじゃない、ぜひ。え、それいつぐらいですか、時期的には。すぐ行きますよ、僕ら。え、すぐ行きますよ。あさって、しあさってぐらいです。え、僕ら。あ、出発はね。はい。試合はいつ、試合は多分、そこに合わせていきましょう。9月末。あ、じゃあ行ってますね、本当に。あ、じゃあ行ってますね。すげえ腰軽い。いや、本当に軽いのから行きますか。行けます。13時間ですよね。僕らはアムステルダム経由、はい、だから直じゃ直ないのね。あ、いやもう必ず1回経由です。あ、アムス経由で。でもフライト高いですよ。あ、そうですね。あ、いや、全然全然。いや、でも僕ら YouTube 動画たくさん撮ってくるんで、それまでに。それ交通費にします。交通費。面白い。私生活がビジネスですよね。あ、そうそんな感じで今交通費にします。ぶっちゃけ、戦ってきた、そのめっちゃ僕サッカー好きなんでちょっと聞きたいんですけど、戦ってきた選手の中でこいつやべえなみたいな思った人いますか。イブラヒモビッチはどうでした。あ、イブラって僕プレーしたことないです。あ、したことないですか。したことないですよ。あ、マジですか。今までプレーしたことあるのはカカとか。うわー、カカやばいっすね。あ、そうですね、インテルの時ですよね。あの、ミラノです。あ、ミラノ、そう、みんな見たんです。で、あとはフェルナンド・トーレス。うわ、やばフェルナンド・トーレスとカカもやばいっすね。あとバロテッリとか。ちょうど僕の世代ぐらいですね。10年前ぐらいもう大活躍してた方で、バロテッリさんなんて死ぬほど問題児じゃないですか。だからバリ好きなんですよ。いや、お肉の問題児ですよ。レベルが違うぐらい問題児ですよ。どんぐらいの問題児かというと、家の中で花火して家が火事になる。そんなサッカー選手です。大丈夫なんですか。ちょっと行き、ちょっと行き。サッカーはうまいんですか。サッカーなんです。レベチです。はい、ということで今日は本田さんと何でお前が知れるの。いや、でも本当ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次はあの僕の移籍先で、あー確かに行きます、遊び行きます。エストニアでしたっけ。リトアニア。リトアニア。何も覚えてねえな、お前。リトアニアで会いましょう。リトアニアで。リトアニアで。じゃあ僕らすぐ行くんで。ありがとうございます。はい、乾杯。お疲れ様です。ありがとうございます。ありがとうございました。